グッドブレインとバッドブレインですね。放っておくとすぐこのバッドブレインの方になってしまうんですね。あ、めんどくさいとか、あ、寒いし行きたくないなとか、こうやっぱり明るい脳に持っていくには自らグッドニュースを作らなきゃいけないですね。今日本日講師を務めさせていただきますブレイントレーナーの粕谷ゆかりです。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは元気な脳になる自己肯定感アップセミナーを始めていきたいと思います。今日のテーマはですね、ステップ1、いつも目覚めているブレインリズム少しリニューアルしました。こうブレインリズムっていう、もう脳をちょっとこう活性化するようなリズムや音楽を取り入れながら、今日はいつも目覚めているということをお話ししたいと思います。いつも起きてるし、今も起きてるしと思うじゃないですか。その起きてるではなくって、私がいつもお伝えしているこちらです。はい、グッドブレインとバッドブレインですね。皆さん、今日一日はどちらが多かったですか？私たちは放っておくとすぐこのバッドブレインの方になってしまうんですね。あ、めんどくさいとか、あ、寒いし行きたくないなとか、こう思い当たるところがいくつかあるんではないでしょうか。こうやっぱり明るい脳に持っていくには自らグッドニュースを作らなきゃいけないですね。それでは皆さん、今日のグッドニュースは何でしょうか。20秒ぐらい時間を差し上げるので、ちょっとグッドニュースを思い浮かべてください。一つじゃなくても二つ、三つでも大丈夫です。どうぞ。今日朝から何があったかしらね。ではなくって、あ、素敵な花を見たわとか、スーパーのレジが並ばないで買えちゃったのよとか、何かいいことをたくさん自分がこう作り出してみてください。あと10秒ぐらいあります。はい、ありがとうございます。皆さん、いくつ思い浮かびましたか？何もない、あ、今日はちょっと疲れてしまったっていうと、今こんな感じですね。でも3つ以上浮かんだ方はきっと脳も爽やかでキラキラキラっとしてるのではないでしょうか。この右側の好きとかできる、ありがとう、これが目覚めている感じです。こちらの方に、いつも明るい方向に行くように今日はお話をしていきたいと思います。では、明るいエネルギーっていうのは、こう人にエネルギーを与えながらこう前進していくんですね。そして供給してこうどん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 こう動いていくんです。教えてくれてありがとうだったり、オッケー、よし。たまには自分でふーっと呼吸してみたり、自分をこう明るく明るくこう持っていくんですね。で、続いて、暗いエネルギーはもう不安の沼の中にドドドドドッと入っていったり、朝起きるけど、皆さん睡眠はどうでしょうか？よく眠れていますか？なんか寝つきが悪くて寝たような寝てないような、朝もすっきり起きられない、ふぅ、などなどいろいろあると思います。暗いエネルギーっていうのは、とどまるところを知らないので、すっごく強いんですね。そして私たちの持っているエネルギーをどん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 吸い取ってしまうんです。こう、あ、でも私ご飯食べてるから、エネルギーあるから、と思うじゃないですか。しかしその食べるご飯は、肉体を動かすためのこう元気ですね。あとはこう血を巡ったりとか、そう健康になるための。何か自分が不安がいっぱいあるとか、はあ、うまくいかないわっていう時には、なんか食べちゃったりしないですか？気がつくとなんか甘いものを食べたいとか、10時以降も食べてしまうとかね。しかしなんかこう明るく目覚めていると、ちゃんと3回食事をとったり、もう夜は食べないで、もうこう白湯とかお茶を飲んで寝るとか、自分の食事のコントロールもできると思うんですね。しかしやはりこう自分がうまくコントロールできないと、私もあるんですね。もう10時以降食べないと思っても、なんかこう食べてしまうんですね。その時は許すんですけど、食べた後に、ああ食べてしまったと、また後悔の念に、なんかだったら食べなければいいのに、食べるならね、美味しく美味しく食べればいいのに、こうその繰り返しが私にもあります。
はい。どうしたらいいんでしょうか。どうしたらいいと思いますか。じゃあここにこうキラッとメガネをかけたこう頭の良さそうな女性がいます。最近は YouTube でもたくさんこの自己肯定感を上げることとか、自分のネガティブな考えをちゃんとこういろいろ教えてくれるサイトもあるわと言ってこの女性は調べました。チャカ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 出てきました。マイナスの習慣を変える6つの方法。これはいいわ。私のネガティブな考えや悪い習慣が治るのね。と言って調べ始めました。ではまず一つ目。何でしょうか。1日5分、習慣を変えた自分をイメージする。ああ、なるほど、いいわ。私は小さいことを失敗するとすぐくよくよしちゃうから、それが何にも心配しないようにイメージしましょう。1日5分ですよ。できるわ。二つ目。小さい成功を積み重ねる。小さい成功、行動。あ、じゃあ、例えばありがとう言ったりとか、あ、ちょっと何かこう、困ってる人にどうぞっていうことでいいのかしら。あ、これなら私にもできるかもしれない。小さな成功、小さな成功。三つ目は何でしょうか。寝る前に、一日を振り返り、簡単に評価する。すぐ寝ちゃいけないのね。寝る前に今日あったこと、あれはよくできました。これはもうちょっとこうしたら方がいいんじゃないかしら。評価する。大丈夫。これもできるわ。次は。まずは一つやらない行動を決める。一つなら大丈夫。夜10時以降、お菓子を食べないわ。私よっぽど食べてるんですかね。でも、それならできるわ。1、2、3、4、5つ目ですね。一日10分だけ行うストレッチと呼吸法。ストレッチは体にいいのよ。呼吸もいいわ。10分だったら、そうね、お昼休みにやろうかしら。最後ですね。お、たった1回だけ A4 の紙に書き出す？ああ、A4 の紙に自分の直したい習慣を書くのね。みんないいことじゃないですか。しかし皆さんこれ何日続くと思いますか？私でしたらね、1日2日はウキウキしてやると思うけど、だんだんなんかこう減ってきて、ああまたやらなかったって言って、お菓子ポリポリとか食べてる自分が浮かぶんですけれども、ここまでやるとなんかやらない方がいいような気もしますよね。もっと簡単な方法があるんです。それは、いつも目覚めているのは体と脳がつながっているということです。これは私の初回のあのセミナーの時にもお出ししたスライドなんですけれども、脳っていうのは私たちの心臓や肺や臓器をすべて動かしてくれています。あとは五感、見る、聞く、匂うとか、それも全部脳の仕事です。私たちの生命維持活動もこの脳がしてくれているし、さらに、嬉しいや、悲しいや、喜怒哀楽の感情さえこの脳なんですね。ということは、この脳をもう少し仲良くコミュニケーションすると何か変わっていくんじゃないか。ね。そして、でも脳は直接触れないじゃないですか。で、脳からスーッと降りているところ。ここは、脊髄と言います。スーッと降りて。そして、脊髄から、手足のうんと先まで神経が通っているので、脳からの指令はその先に行って私たちが動きます。でも逆に、この手足を動かすことで脳を活性化することもできるんですね。ああ、私はスポーツしているから、毎日ジョギングしているから、あ、それもとても素晴らしいことです。ただそれはいつも一定の動きになってくると脳もパターン化してくるんですね。なので体とこう遊ぶようにして、動くと何か変わってくるんじゃないか。こう、目覚めるんじゃないか。そんな感じしませんか？こう、体とのコミュニケーションが取れないと、今、ここという、すごく自分の心と体が一緒になって安心している。それが、ふわーっと外れてしまうんですね。いつも考えが多いと、未来に対する不安。3日後にあの人と会うけど、うまくあれが伝えられるかなとか、ああ、あれをうまくするにはどうしたらいいんだろうか、考えがとても多いし、また過去、
昨日一昨日あたりあの人にアフに言ってしまったけど気にしてるんじゃないかとか、もうちょっとこういう言い方すればよかったななどなど、未来や過去にこう行ったり来たり行ったり来たりしてるので、こう外側をこうさまよって、自分のこうハートに、あ、今日ハートにしてみたんですけどハートに来ないですね。一番こう理想なのは。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。